ベット解放とことんとことんショベット解放の酒井です。本日はですね、フロントフォーク取り付け方法ということで動画を撮っていきたいと思います。前回の動画でですね、フォークブース取り付けたということで、やっと念願のカスタムということで、あのフォークブーツを取り付けたんですけど、その取り付けの後、そのフォークを具体的にこの車体に取り付けていくということで、本日は動画を撮っていきたいと思います。このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク、DIY、バイクメンテナンスでバイクについての話をさせていただいています。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。あと同時ですね、動画の方グッドボタン、コメントいただけるとテンション上がりまして動画撮っていくことができますのでお願いします。で、コメントないよっていう方おられたらもうとことんだけでも入れていただけるとすごい嬉しいです。LINE の方でですね、オープンチャットと、公式 LINE ということでやってますので、そちらの方も登録していただいて直接連絡いただければなと思います。はい、それでは本日は、フロントフォーク取り付けということでやっていきます。はい、前回の動画でね、フォークブーツをこう2つじゃないけど1本だけだったんだけど2本取り付けました。はい、これです。はい、こっちはまあそのサイズになってて、こっち取り付け用で後から調整しようと思ってます。はい、なんでこのフォークを取り付ける方法ということで、取り付け、本当にライブみたいな動画になってしまうとは思うんですけど、具体的に取り付けたいと思います。はい、それではカメラアングル変えます。はい、それではフォーク取り付けていきたいんですけど、フォーク取り付けはとりあえず取り付けるだけなんですけどね取り付けるだけですか。そんなに多分あれなんで、左右を気をつけて、あと左右とこのジャッキアップだよね。このジャッキアップしてる状態でフォークを叩かんとかんかもしれないっていうところ。はい、フォークありますね、これ2つ。はい、なんでフォーク取り付けていきます。で、右左を気をつけないといけないんですけど、これでいいか、こっちが右だ。はい、じゃ右側からちょっと取り付けていきたいと思います。ほら、もう入らんもんね。入らんもん、すでに。うわー、怖っ。だからやっぱりこれ、ここ下広げなかんですね。広げなかんですね、下。うん、ちょっと待ってくださいね。ここに広げるとこがあるんですよ。ここ見えないと思いますけど、多分ここでちょっと広げる感じです。ちょっと叩こう。よし、叩いて、よいしょ。で、広がってる気がしないもんね。広がってる気がしない。ここだ。はい、ここに。なんか。取る時の方がなんかすごいこれガーって入った気がする。広がってんのかな、これで。よし、ちょっと一回入れてみますね。スッと入ってよ。ねえ。入らん。どうしよう、入らん。ちょっと一旦カメラ止めます。多分これ入れるしかないと思うんですよ、これ。ちょっと一旦止めます。分かった。なんか長いからまっすぐじゃなかったみたいこうやってね軽くね、こうやってクックックってやって入っていったんだよな。
クってやって入ってさっき入ってたんだけどな。ちょっと入ってってるか。さっきちょもうちょっと入ったんだけどな。さっききれいにね。倒れそうで怖いんだよね。あれ。はいだ。綺麗に入ったんだけど、綺麗とかスッと入ったんだけど、こんだけ動くってことは入りそうだよね。あ、ちょっと入ってきたか。熱っ。ちょっと入ってきたような気もする。怖いなこれ。何これ、ちょっと入って、あれ塗る CRC でスーッと入ったらどうしよう。CRC 塗るとさ、グニュグニュになるんであれが嫌なんだよね。ニュグニュになるのが。よし、 CRC ちょっと行ってみよう。だってこれ普通にペット抜けたもんね。抜けた時はおもりでピッて抜けたもんね。なんでこれ帰りは抜けんの。左右違うのかな。いいよね、左こっちブレーキの。ほらほら、来た、ほら、よし、やれ。あ、え、そういうことか。ブーツがぐちゃぐちゃになってた。よし、フォークブーツガチガチ。いや、なんかガチって言った。ちょっと、なんかこれで入れ込めばいいわけだよね。 CRC 塗っといた方が良さそう。で、あ、来た、スッと入ったぞ。 CRC か。フォークブーツが気になる。よし、これでとりあえずこっちが入って、ちょっと叩かなきゃあんのかな。ネジ噛むかな。入ったねえ。入ったライブの方がいつらがどうなってるか全然わかんないわ。ごめんなさい、ちょっと。で、35だったっけ？このトップを。ついた、つく場所ちょっと見ましょうか。はい、今ここ締め付けました。
うん、軽く。これでいいと思います。で反対側だね、こっち今度、うん、はい、じゃあ反対側つけていきます。よいしょ、よいしょ、反対側こっち、はい、ちょっと CRC を最初に塗っとこうか。 CRC をいけるか。なんか右側よりやばい感じ。あ、入った入った、ライトが。よし、押し来た、バッチリじゃんこれ。ちょっとこれ行き過ぎてるね。ちょっと待ってよ、ちょっと待って。でこれでこれを上にこうつけてさ、ギュッとテーパーをやっつけるみたいな感じ。ちょっと 見ようか、見せようか。ここに今ネジ穴あるの分かります？でこれを入れてかますんですよ。待ってよ、ベトベトすごいやだ。ちょっとこれちょっと待って、今日まあ相変わらずだけど動画がめちゃくちゃになってる。ちょっと待ってよ、ちょっとここのあれがさ、ここのこれがちょっと上上がりすぎてるからちょっと下げるわ。こう下げれるでしょ、すごいでしょこれ。まだ動画アップしてないけど、今日編集してアップするんだけど、これその次の動画になってるからさ、うん、でフォークを全部入れて、ここを今ちょっと噛んでるのかな、よし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 、で回ってるじゃんフォークが一緒に。よし、これである程度入ったわけだよね。オッケー、はい、いい感じ、めっちゃいい感じ。でフォークブーツをベチッとつけようか。フォークブーツをね、せっかくカスタムしたんで、ちょっと待って、フォークブーツごと回っちゃうと嫌だな。まずこれ後から、後からやるか。はい、じゃあとりあえずフォーク取り付けたんで、あとちょっとフォークブーツ、フォークブーツもうちょい後の方がいいね。これちょっと叩いてみようか、ちょっとフォークを。ちょっとフォークを叩いて、やっぱそうだよね。こっちはきっちり入ってるの、こっち入ってないじゃん。ラチェットどこ行った、ラチェット。ちょっと フォークごと回っちゃうってだるいよね。
何これ、フォークブーツが、ダメだ、回っちゃう、ここ閉めなかんね、ここだ、次ここだ、ここだね、ここを閉めて閉めんとか、ある程度でいいんかな、よし、じゃあこれっぽいか、これっぽいね、よいしょ、ここ閉めます、よし、これだ、はい、じゃあこれをちょっと僕上げた状態で、軽く締める、よし、で、締めたら、おー、また下がっ、まだ下がっちゃうな、いや、これ絶対動画な、動画として成立してない、よし、閉めたらここを閉める、でちょっと怖いから、これが根元まで入ってない可能性あるよね、こうなんかやり方わからんな、これ根元まで入って、で次こっち良さそうなんだよな、フォークの一番上、めっちゃなんか舐めそうで怖いんだよね、よし、これがいるのかな、 OK、 はい、じゃあこれで次ここを本チャンで締めたいんだよね、ここはボルトがなくなっとる、あ、もう両方入れてるんだ、了解、じゃあこれでここを閉めればいいってことですね、よし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 、オッケー、はい、よし、これでフロントフォーク取り付きました、うん、で次にこれだね、ここを調整します、アイアン初めてのカスタムフォークブーツ、よいしょ、でこ、なんかここのさ、バンドのさ、この位置とかもさ、ちょっと待って、バンドの位置も揃っとった方がかっこいいよ、ああ、ちょっと動画止めます、ちょっとこれ時間かかりそう、すいません、すいません、ちょっとバンドが、ここのバンドがちょっとうまいことあれだったんで、ちょっと軽くかましておいて、これを上に上げるってことですよね、
よいしょ、一番上、まあ、ちょっとこれも結構さ、このさ、このではい、結構ここの伸びがすごいんだよね、うん、よし、でこれでこれをきっちり本締めに、本締めにする。よいしょ、これ結構ブーツきれいにできてますよね多分。よし、はい、もうよっぽどいいよこれ、ガチガチ、うん、バッチリ、バッチリ、下はタイラップだけどね、バッチリいいでしょ。はい、じゃあこっちのバンドもちょっと調整してきます。はい、こっちも両方つけました、フォークブーツをね。下はタイラップですけど上はバンドでっていうことで、バンド一応ちょっとずれてるけどとりあえずつけました。はい、でこれタイヤつければ OK だよね。ね、タイヤつければ、じゃあちょっと角度変えて、よし、タイヤつけてきます。はい、じゃあフロントフォーク取り付けてきます。まずフロントタイヤ、ま、毎回間違えちゃう。これに合うあれはなかったからシャフトはこれ、うん、シャフトはこれでこういけばいいわけだよね。え、シャフト入んないんだけど、あ、こういうことか、あぶね、間違えてた、こういうことね、うんうんうん、オッケーオッケーオッケー、ちょっとここ緩めとこうか、最初にもう一回緩まってはいると思うけど、あれ緩まってはいるとは思うけど、緩めましょう。あれ、あーっとっとっと、よし、これをちょっとここ緩めときますわ。最初にめっちゃこれ固なっとるやん。よし、よし、緩めといた。はい、じゃあここでこれを通して、そうだね、これを通して向こう側でナットをつけるってことですね。このナットか、うん、OK、 段取りは OK、 段取りは OK で、ワッシャーとかあったかな、なんかワッシャー転がった、あ、ワッシャーあったあったあった、ワッシャー転がった、あいとった、ここだ、こういうのをね忘れるんだよね。よし、オッケー、段取りはオッケー、うまくいくかどうかはわからないが、これ皆さんだったら掃除してから入れますか、ちょっと今日時間がないんで、皆さんだったら掃除してから入れますか、ちょっと時間がないんでそのままいきますこうで、確か、そうだ、確か、確かだけど、これをなんかさ、後からやってたよね。ちょっと待って、ちょっと待って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 、こういう時にバッターンしゃって、こうして、こうして、向こうから取ったんだよね、このこ、あれ逆か、逆だね、逆だね、逆やん、よいしょ、こうだ、こうだ、こうだね、こうだ、こうだ、そしてこう入れといて、入れといて、向こう側からこのこれで確か取ったような気がするんだよな、俺違ったっけな、で、え？これ、あれどうだったっけ？
こうか、こうか、こうなん、え？で、こうか、こうだ、こうだ、はい、位置があった、うん、位置があった、よし、じゃあシャフト入れます。全然穴が違います、やべ、一人でやるのめんどくせえな、あんねやろ、よしよし、いったね、いった、いったいった、よっしゃ、でこのドラムの位置を合わせるんだ、うん、1本入っとったもんね、ここにね、ボルトが、これじゃない、これじゃない、あれ、これか、あった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 、これだ、これをここに入れると、で、ドラムを固定させるんだよね、段取りいいんじゃないですか、段取りいいんじゃないですか、これで動画がめっちゃ長なりそうだな、こんなんじゃあかんよ、よし、これとりあえず感取るもんで OK で、これだね、シャフトのボルトとナット、ボルトとナットじゃねえ、ナットかを締め込むと、よしよっしゃ、オッケー、はい、タイヤのブレなし、まだ締め込んでねえからわからんけど、タイヤのブレなし、オッケーです、で、ここをもう今ガチガチ入ってるんで、ここを締め込みます、え、ナットになってんの面倒くさいな、ダブルナット、ダブルナットになっとるわ、持っとこだな、はい、はい、じゃあ各部締め込んできますよ、フロント周りね、はい、今シャフト締めました、で今これドラムのとこ締め込んでます、ここはもう閉めたんで、さっき、あれ、このドラムのとこも結構長いのに、よし、フロント周りでも結構さ、やっといた方がいいよね、きっちりね、うん、オッケー、オッケー、はい、で、次フロントフェンダー、フロントフェンダーはこれ、これも確かダブルナットになってたんだよね、内側に行くんか、内側に行くんか、よし、あれ、よし、いいよね、これ前と後ろあるけどいいよね、ね、はい、フロントフェンダーこんなボルトだった、そういや、めんどくせえな、こんな動画いらんよね。
よし。で、反対側だね。はい、フロントフェンダー取り付けていきます。はい、フロントフェンダー取り付けました。で、ちょっとここはちょっと当たってるからちょっとなんとかしたい部分はあったんだけど、ちょっとまあ今日はこれでいきます。パンクしちゃうかな、こんなのやったらパンクしちゃう。ちょっとここはね曲がってるんで、ちょっとここ叩いてやったんですけど、ちょっとフェンダー曲がっちゃったんで、ちょっとこれ以上あんま叩きたくないんで、ちょっとまたそれは後日やってみます。はい、じゃあ次ワイヤーはまた後でいいよね。ワイヤーはねごちょっとしそうなんで、で、まあ、全部あの締め込んであります、ここまでとりあえず。はい、なんで次はこれ、ここか、ここの六角かね、まあこの六角が最後でいっか。よし、じゃあ あと次これですね、ハンドル固定、ハンドル固定する前ライトだったっけ。よし、じゃあちょっとカメラをここですね、これを固定します。ライト、ちょっと難しいなこれ。じゃあここヘッドライトを固定していきます。こんな感じか。結構これ配線があるからあれなんだね。 OK、 ちょっと待って、よし、これつけて、よし、終わりが見えてきましたね。よし、これで、ここ締め込めば OK ってことね。え、届かん、リングはないから、これでいきましょうか。ハンドルも持ってないのか。よし、 OK。 はい、じゃあ次こっち、これ取るとき、これどうやって取ったの、これこんな大変だったっけ。ここつけました。じゃあ次は最後だね。はい、よし、じゃあ最後ここハンドルだね。ハンドルもずらしてるから、これを、へえ、ハンドルこれだけでついてんだ、怖いな。よし、じゃあハンドルのナット持ってくるよ、ボルト。はい、ハンドルのボルトです。これをこのステムの下から、あ、ちょっと待って、結構大変。大変だよ、誰かでこうやって持っとってほしい。よし、頑張れ、いける。
よし、噛んだか。噛んでるね、噛んでる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 。よし、噛んだ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 。よし、でこっちか。あれ、噛んでるか。よし、で、これ、OK、ちょっとこっち側が髪が甘いんで、揺れてるね、動画ね。カメラの位置が悪すぎるか。OK。 はい、で、今度こっちだよね。はい、今度こっち。よし、よし、もうちょいとっか。よし、はい、でこっちね。はい、怖さ、車体めっちゃ揺れとる。よっしゃー、 OK。 はい、だいたいこれ取っついたんちゃうかな。あとこの六角か、あと六角とブレーキフロントだ。よし、ネジも余らんかった。あとはだいたいこれで、だいたいこれで、うわ、危なかった。はい、だいたいこれでフロント組み上げられましたね。はい、まあちょっとが今日ちょっとなんかあれだったんですけど、はい、であとまあ フロントのブレーキワイヤーか。はい、フロント組み立て方法ということで本日動画は終わります。ありがとうございました。